はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ミヒトです。今回は、イベントのね、予備ダンジョンをやっていきたいと思います。今回挑むのは、金曜討伐のバッカホルン遺跡ですね。バッカホルン遺跡の超級をやっていきたいと思います。まあね、最後のね、一番難しいミッションなので、大型モンスターが接近してくるまで待っているということになります。まあね、まあそこら辺はね、カットしたいと思うので、まあ、ご心配なさらずに。さて、今回は何分戦っているんでしょうね、ザコとね。さて、それではやっていきましょう。そうですね、大型モンスター出るまでやっぱりカットということで。さあ、ゲームを始めよう。オッケー、来ましたね、大型モンスター。いや、もうこれこれ10分戦ってましたよ。もう10分間ひたすらね、バッカたちをね、切って切ってつきまくってね、はい。さて、バッカフルンレベル50、サブミッションは今までの曜日ダンジョンと一緒のようです。まあね、瀕死にならずにクリアとアクションスキル使うのが結構嫌なんですけど、まあやっていきましょう。今回も味方に頼らせていただきたいと思います。まあ、今回ね、まあ最初だけなんでね、最初にサブミッションコンプしたらいいということで、OK、味方さん弱点攻撃いいですね。攻撃食らうとね、かなり瀕死に近い状況に陥りますので、弱点を攻撃して攻撃を中断させたいところです。味方さん、早い。ダウンが早いですよ、敵さんのダウンが。オッケーオッケー、いいですよ。ボコボコにしましょう。グレーシャーランス。いいですね、僕も同じスキル持ってますよ、と。あと、Q さんがやばいですね、ちょっと。Q さんがタゲ取られてる。聖騎士の祝福。あー、Q さん死んでしまった。回復が間に合わなかった。ちょっと蘇生したいんですけど、ちょっと難しいです。すいません、味方さんにお願いします。ナイスです。いいですよ。今回チームワークが結構いいですよ。僕、アクションスキル使ってない。ちょっと、はって感じですけど。さて、もうちょっとですね、あと 20% ですな、敵のヒットポイント。OK、OK。これはこのまま通常攻撃でご利用しできる。行きましょう、行きましょう。さあ、いいですよ、いいですよ。あとちょっと、あとちょっと。OK、いいですね。OK!味方さん強いですね。ありがとうございました。あれ、スタンプ、スタンプ、スタンプ。お疲れ様でしたと。ありがとうございます。それでは、結果を見ていきましょう。獲得経験値が70。まあ、基本一緒なんですね。で、ミッションも3つクリアで、魔石3つに、サブミッションコンプリートで4つですね。合計4ついただきました。アイテム報酬はちょっと、しょっぱいですけどね。まあ、今、バッカホルンのね、素材はいらないので、いいでしょう。おお、久しぶりですよ。曜日ダンジョンで1位にやられたの久しぶりですよ。いいですね。いや、結構、武器のね、攻撃力も上げている方なので、限界突破も4回してますしね。さて、報告に戻りましょうか。可愛いドラゴンにね。さて、戻りましょう。バッカホルン討伐で依頼完了ということで。はい、町へ戻りますと。名前何だったっけ、ドラゴンの名前。ヒーヒーフーフー、なんだっけ、ちょっと待って。ヒューイだよ。ヒーヒーってなんだ。さて、完了したいと思います。オッケー、これで完了です。報酬はバッカホルンの角1個。はい、ちょっと渋いですけどね。はい、いいでしょう。はい、それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。コメント、高評価、チャンネル登録お待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。